演じるお三方にお集まりをいただいております。まずはですね、ご登壇いただいたお三方からそれぞれご挨拶いただければと思います。ではまずは川西さん、今夜失礼しました。改めてまずは小西さんよろしくお願いします。はい、西ついてますから二人ともそう間違いやすいです。似てるんですよね。カンペとか出されてもたまに間違えるんですよねあーこれ彼氏くんだみたいなはい、というわけで、会場にお越しの皆様、そして、ライブビューイングで、ご覧の皆様、宇髄天元役の小西克幸です。よろしくお願いします。さあ、というわけで皆さんもう見ていただいたんですよね。楽しかったですか？ありがとうございます。今日はですね、やはり私音柱宇髄天元ですので、ド派手に盛り上げていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。では川西さんお願いいたします。はい、会場にお越しの皆様、ライブビューイングをご覧の皆様、時任無一郎役の川西健吾です。中央会議から数えるともう何年になりますでしょうか。やっと喋ることができました、今回も2ワードを喋らせていただきました。これからもよろしくお願いしますいやいや楽じゃん。ありがとうございます。いよいよね、柱も登場というところでありますので、では花澤さんお願いいたします。はい、会場の皆様、そしてライブビューイングご覧の皆様、こんにちは。甘露寺蜜璃役花澤香菜です。おとといね、豆まきを私たちしてきたんですよね。しましたね、浅草寺の方でね、はい、やらせていただきました。もう昨日起きたら右腕が痛すぎてびっくりしませんでしたえ、痛かったんですか？いや、めちゃくちゃ痛かったですよ僕らも全然やっぱ、普段から運動してるから。いや、さっき裏で小西さんめちゃくちゃ肩痛かったって言ってたじゃないですか全然腕が上がんなくてそうそうそう、おお、もう50肩かなと思ってちょっとびっくりしたんで、あれ待てよと思って、あ、そういえば昨日豆めちゃくちゃ撒いたと思って。そうなんですよ、400袋ぐらい撒いたんですよ、うん、僕結構だって1人100袋ぐらいでしたもんね。そう、そうそうそう、いやだから私もお着物着てたんで上品に投げようって思ってたんですけど、はい、全然まんべんなく渡らせるためにもう、はい、ジャンピング投げをこうやって着物で遠くに飛ばないんですよね全然飛ばなくて、はい、そう、それをやってたせいだなってちょっと自覚しました。はい、はい、ちょっとね、そんな話も交えつつ今日楽しんでいただけますようによろしくお願いします、はい、ありがとうございます。もうね、ドーマと赤座よって思いました思いませんでしたすごかったよね。めちゃめちゃ歩いていくやんめちゃめちゃ歩いてちょっと僕ら後ろに下がってるからさ、こう全然自由に使ってもらって、ドーマと赤座のあの、はい、シャッターチャンスです。いつもより大きく動いております赤座の余裕のない感じっていうんですか、ライブビューイングの人を見てるんでちょっとゆっくりめで動いてくださいね。すごく良かったですよね。カメラ追えないんで、ね、あの余裕のない石田明さんすごくいいですよねで、あのあとドーマのね、あのなんでしょう、憎たらしいんですけどでも可愛いって思っちゃう感じ、あれなんか母性本能くすぐられませんでした。まだ歩くんだね一周かなと思ったら2周するんだこの人本当にありがとうございます。さすがコメディエンヌ、ごめんなさいそんな感じです、はい、失礼しました、はい、皆さん届きましたでしょうか新商品発表のプレゼンぐらい、あの何のスマートフォンを発表するいや、まずもう牛太郎からそうだったんですけど、牛太郎だあの牛太郎からそうだったんですけれども、やっぱり上限の鬼っていうだけあって皆さん本当にお強い声をされてるわけですよ。はい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 、で、あれだけ強かった上限の6以上の、ね、5から1、そして歩きはゆっくりめでお願いしますカメラ追えないんで、5から1の、はい、上限があそこに集結して、たまに止まってください、ね注文が多いな注文の多いな、はい、本当に、はい、何喋ろういや本当に強さを持ってるんだなと思ったんですけど、うん、あの赤座がこうぐぬぬってなるぐらい、はい、まずその3と2の間に、差が歴然とあって、はいはい、大きな差があるよね。大きな差があって、余裕のない石田明そうですね、余裕のない石田明そうですね、本当にいいですよねあれちょっとこれ永遠に続くからやめた方がいいですハンティングとかどう石田明がまたそこで味わえるっていう、そうですね、あのそう、そこでまた味わえるんですよそこでね本当に、うん、いやだから配信の皆さんはもう絶対に見た方がいいですよ余裕
なくていいんだよ。もうやんなくていいの。もうごめんなさい。もう振りかと思っちゃった。本当もうギャラ以上の仕事してますよ。ちょっとあのそっからちょっと、ま、待ってあのみつりちゃんとかの話したいんですけど、あのもうこの次しますからとりあえず現場からは以上です。ありがとうございます、はい、すいません、はい、というわけでですね、2月3日にお届けさせていただいた新商品上限集結のプレゼンテーションでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。